で、こういう型のやつです。下はロングスカーツ、スーリンダルマさん、かわいさバクさん、ハート、岩津さん、音符ありがとうございます。結構前にいただきましたね。いや、たまたま私が自主練をしてた時にケリンさんがレッスン場にいらっしゃってって言ってたので、でも次の日になったら多分ないなと思って、私が最初に物色しました。ほぼ独り占め状態。バクさん、かわいいスタンプありがとうございます。そう、最初にね見れたんです。そうだから、そう、超ラッキー。石広さん、かわいいスタンプ、田所さん、ハートありがとうございます。いや、全部もらうのはねあれだなと思って、でも本当に何着ぐらいあったかな、10着ぐらいあったかなっていう記憶なんですけど、多分3着ぐらいもらった気がする。ワンピースを2つと、これ1つ。いただきました。やったー。そうそう、もうイケリンさんにいただきましたって言いました。田所さん、ハートありがとうございます。あ、そう、それな。だから大事に、本当に大事に着てます。あんまり着てないですね。あとはね、冬用のワンピースとかを、冬用っていうか秋用、秋用のワンピースとかもいただいたので、なので秋に着るのが楽しみ。サイズがあるなら専属でもらう担当で決まり。本当に、なんて言うんだろう、イケリンさんのお洋服ドタイプなんですよ。だからすっごい嬉しかったですね。そう、ドタイプです、私。本当にドタイプ。ミキリン、裏縫い必ず着たいって思う服買ってるって言うから素敵な声に。私もね、同じタイプなんです。逆にブランドが分かんないから、なんかドタイプのブランドみたいな、これみたいな、これ一択みたいなやつないんで、いろんなとこから服を買ってるタイプなので、嬉しいございます。じゃけんです。だんだんハイブランドが気になってくるのかな。私ね、なんて言うんだろう、なんかやっぱりハイブランドでもさ、似合わない服とかあるじゃないですか、普通に。だからこれ着たいなって思う服を買うようにしてます。着たいなとか似合うなって、似合うっていうか、自分はこれ着る、一回しか着ないみたいな服はないようにしてますね。着回せるかなっていう。
回だけしか着ないとかすごいこと。一回だけしか着ないのはでも本当になんて言うんだろう、本当にもったいなくて一回しか着ないか、買って着てみたかったけど買ってやっぱ似合わなくてみたいなのもよくある。そういえばユーティーの夜遊びさんの T シャツ見、あ、もう本当にあれはね本当にゲットしようと企んでます。私そう、昨日はごめんなさいさん、なんだっけ、花束ありがとうございます。ブランドにだけはこだわらないって言えよ、いけブランドはわかんないですね。ヨミさん、フラワーショア、アクさん、かわいいスタンプありがとうございます。いつもらったっけな、結構前、に結構前にチャーキチさん、アズアザーハさん、初見ありがとうございます。サさんハートありがとうございます。そう、夜遊びさん T シャツをねやりたいなと思って、でツイッターを開いたところ、ハマが溶接してる。プライベートで夜遊びするのめっちゃおもろい、さすがすぎる。あれどこ行ったかな、夜遊びさんのやつで多分7月2日からなんだ。なるほど。もうなんかドアップでね色見てたんですけど、ずっとこのバックプリントのやつが可愛い。一個だけバックプリントかな、これあるんですけど、このバックプリントのやつ欲しいな。でもどれもね、見たらわかる。YOASOBIファンならわかるイラストになってるね。すごいね。かわいい。かわいいな。でもドーンって YOASOBIって書いてあるやつが欲しいな。白もいいですね。マジで欲しい、本当に欲しい、本当に欲しい。1月2日からだからやばい、早く欲しいです。ササンさんハート、プーさんさんハートありがとうございます。どんな朝がいい見せて、もうこれです、これこれです。そう、ピーギブさんハート、ナド、じゃあヌドギウンディン、ヌドギウンディンさん、クマありがとうございます。これねボタンじゃなくて普通のなんて言うんだろう、ビジューって感じで、ここにキュッてなってあって、ここがフリフリです。
レッスンは着ないですね。さすがに。ああ、夜遊びね。オンライン。オンラインショップで全サイズ、全種類サイズ違いまで、お得な。いや、そんなにたくさんはいらないかな。2種類ぐらい欲しいなって思ってる。だから、このちょっとミント色のね、やつも可愛い。ちょっと柄が。これは多分の色だと思う。多分色。これよりにかけるでしょ。めっちゃかわいい。全部かわいい。田所さん、ハートありがとうございます。片山健介さん、ハートありがとうございます。ピアノ発表会で着れそうな服。私、ピアノ発表会で着れそうな服が好きなんです。なんで止まるんだ？しゅんごさん、だるまありがとうございます。母国語じゃないと分かんないからね。そう、私も母国語で返してもらったら読みやすいし、ってことでタイ語で返して、タイの方だなって分かった方はタイ語で返すようにしてます。つむじかぜさん、バラ、田所さん、ハートありがとうございます。翻訳ですけどね。ていうか今日私はプルーンというものを買ってしまった。ミキさんと連絡先って交換してるの知ってますね。いや、これね、100% だから、これを割ってね、飲まなきゃいけないんですけど、なんかどうやって飲むのか全然分かんない。そう、プルーンは鉄分が取れますね。コンビニでよくプルーンのヨーグルトみたいなのが売ってるんですけど、あとはオレンジジュース飲みたいと思って、ポンジュースしか勝たん。ポンジュースはね、果汁 100% なんです。確か、あ、書いてあるわ。愛媛のジュースです。ポンジュースはでもこれで250円ぐらいだった気がする。でも結構入ってますよ、これ。800ミリ入ってるから。ポンジュースはそのまま飲みたいな。でもね、ポンジュースを凍らしてポンジュースっていうか 100% オレンジジュースを凍らしてね、朝食べるとめっちゃおいし、なんかすっきりするので、
そう、空港のポンジュースの水道、水道っていうか蛇口飲めなかったんですよね。私時間が全然合わなくて、その行った時にまだそのやってなくて、お店がで、みんなで「あーやってないね」って言って、じゃあ次来た時にやろうって言って、一杯何百円とかでこう蛇口ひねるとね、ジュースが出てくるよみたいな。水や牛乳であっても美味しくいただきます。田所さん、ハート、和俊先生さん、だるま、ありがとうございます。どうやって飲むのが一番おいしいのかな。100%系ならオレンジ以外に何よく飲む？そうですね、田所さん、ハードありがとうございます。でも私グレープフルーツグレープジュースが好きなんですよ。100% のグレープジュースってマジで美味しいんですけど、ほんと砂糖とあれ保存料とか添加物不使用のやつをね飲みますけど、あ、ウェルチもいいよね。なんか500円で1000ミリ入ってる、ちょっとこの瓶に入ってるジュースがあるんですけど、瓶に入ってるグレープジュースとかがあるんですけど、瓶に入ってるやつは最高に美味しいよね。ですけど、なんだっけ、ウェルチのグレープジュースも大好き。とんちゃんさん、花束、ヨミさん、フラワーシャワー、田所さん、ハートありがとうございます。そう、紙パックじゃなくて瓶のやつ、あれをちょっとおしゃれなグラスとかに入れて香りを楽しみつつ飲む。確かにウェルチってさ、ウェルチ
し、フェルチってちっちゃい頃さ、なんかなんて言うんだろう、なんかちょっとお中元じゃないけど、なんかでもらっカンカンのやつでもらったりとかした時にめっちゃテンション上がってた記憶がある。え、ウェルチなの？ウェルチやったーって、でみんなで好きな味をこうなんて言うんだろう、好きな味を取り合う。所さん、どんちゃんさん、ハートありがとうございます。あまりのリンゴ100の瓶、ウェルチ飲む前に少し覚悟が必要でした。香水さん、ほんとにほんと、ウェルチともれなくグラスついてくるやん。そうなの。野菜ジュース何色派？何色派？何色派？あー、私はオレンジ色派。うん、どういうことかな、わかんない。そういうこと合ってる。 I love you from France. Thank you. フランスはなんだ、なんだっけ。いっちゃんさん、ハート。ゆきたんさん、ハートありがとうございますでやす。そうそう、あるよね。私カルディに売ってある、カルディに売ってあったり、あのおやつ屋みみさん、あの佐賀のお菓子屋さんあるんですけど、 おやつ屋みみさんの自在販売機で売ってる山形の桃のジュースと、あーとなんだっけ、あと山形のフルーツジュースみたいなやつがね、カルディに売ってあってめっちゃ美味しそうって思ったね。ジュテン愛してる、ありがとう。ボンジュー、ジュテンは愛してるだね、ありがとう。 Thank you Thank you。アザーアザーティオさん、クーの汁ぶどうは少ない。クーの汁ぶどうはね、薄いっていうかね、体に悪い味がするけど、まあ、美味しいよね。ちょっとならいいと思う、美味しいでしょ。あ、そう、山形代表って書いてあるジュースめっちゃ美味しい。さくらんぼもあった、確か。そう、あれめっちゃ美味しいんで、ぜひ飲んでみてください。私ね、ちっちゃい缶ジュースにはまりそう最近うん、そう、フランスでもファンがボンジュー。確かフランス語おゆきまるが勉強してるかな。やるぐらいサイズ、多分こんぐらいのちっちゃい缶で、ほんともう70何円とか80何円とかのやつ。プルーンってどんな味？っていう
そう、なんか美味しいプルーンジュースの飲み方検索中なんだけども、そもそも味が分かんない。コンビニで売ってあるやつはプルーンヨーグルトは、コンビニのやつはね、飲んだことあるけど、あ、これです、これ。サンスウィートのプロン 100%! で、鉄分が取れるからと思って買ってみたんだけど、お歳暮の缶ジュースの種類が多いから。わかる。お歳暮のさ、あの缶ジュースのやつ、いいよね、なんか。なんかワクワク感が止まんないですよね、あれ。これここにね、ちょっと作って配信中飲もうと思ったんだけど、どういう味か分かんなくて挑戦できてないんだけど。毎日の健康と美容に、あ、美容にもいいんだと思って買ったんだ。そういうこと。そういうこと、ということ。モンドセレクション2026年連続金賞受賞。書いてあるよ。現役飲んだらやばそう。なんか濃いので水で薄めるか、なんかに混ぜるかにして飲んでくださいって。あとね、眼精疲労とかにもいいらしいので、私は本当に目が疲れるんですよ、すぐ。多分人より目が疲れちゃって、疲れると思う。現役で飲むとかってなりません。俺喉よりや合ってますよ。現役で飲んだらやばいと思う。キャッチコピーに惹かれそう。まあでも健康志向というか、鉄分をね、なんか取れる食品ないかなと。で、私ね、甘いものをジュースというか、なんて言うんだろう、飲み物で摂取する癖があるんですよね。だからちょっと飲み物系でないかなって。野菜ジュースはね、砂糖入ってたりするので、ぜひぜひじゃない、要注意なんですけど、実質本当の野菜も入ってたりするけど、ビタミン C しかさ、ちょっと取れてないんじゃねえってことで。クランベリージュースもいいよ。あ、クランベリージュースね。ありました、ありました。これの隣にあった。でもクランベリー飲んだことないなと思って、一旦ちきりましたので。体の錆を防ぐネオクロロゲン酸というポリフェノールが豊富に含まれています。ポリフェノールといえば高い抗酸化作用や餅を持ち、老化や
生活習慣病の予防な大切な成分です。うーん、悪玉コレステロールの酸化を防ぎ動脈硬化やがんの予防に効果を発揮します、だそうです。アセロっぽい味、あそうあれアセロラドリンクも迷った。そう、あとはもうほんと腸なんていうんだ、あ、貧血を防ぎたいけどレバーとかはめっちゃ苦手なんでレバーはいいやと思ってってなった時にもう振るんかなと思って、あとね代謝良くなったり食物繊維が入ってるんでね、そう、あと血糖値の上昇が緩やかだからあの脂肪を溜めにくかったり、なんて言うんだろう、溜めにくいっていうかこうね、ビタミン B も入ってるからね、最高ですね。ということでランキング見たいと思います。今って思ったよね。今ちょっと今日出すギターを選べてないので早めに終わります。ウエハースね、私ウエハースちょっと苦手なんですよね、あのパサパサするよね。パサパサするよね。ということでウエハースはでも飲み物があったらいけそう。あ、グラビア頑張ろうね、全力で応援する、ありがとうございます。そう、ちょっと忘れてたわ、途中なの忘れてた。今アーモンドとかもアーモンドミルクとかあれね言ってますね。あ、大友さんお疲れ様です。サイレントディームさんフラワーショーありがとうございます。クリマチョコとかでしょ。まあでも苦手というか食べれる、全然食べるしっていう感じだけど、好みのものとそれがあったら普通に好みのものを食べるよっていう。日が明けたらまた明日分を投票します、ありがとうございます、よろしくお願いします。レフさん、あ、フラワーシャワー田所さん、ハートありがとうございます。ありがとう、 Thank you You too ち、ということで先日の約束の通りキャスティングしました、やった、ありがとうございます、楽しみにしております。皆さん17日、下北 FM に出させていただくので17日、みんな見てください、見てくださいじゃない、聞いてくださいね。あ、ピックスミックスのみさきちゃんらしいです。みんなの前で話してるのをお見せできるのは初めてかな。と思うのでちょっとお楽しみにという感じで、ゴーエさんハートありがとうございます。ということでランキング読みます。多分初めてかな、ツイッター上はあるけど喋ってるのは初めてかもしれないね。ということでランキング読みますね。なので皆さん生電話コーナーもよろしくお願いします、皆さん生電話コーナーもよろしくお願いします。そのまま読んだだけやんって思ったかもしれないけど、皆さんよろしくお願いします。立山健介さんフラワーシャワーありがとうございます、はい、よろしくお願いします。
ゴークルさんもありがとうございました。わざわざありがとうございます。とてもケンキーさん、フラーシュワイ、ハサレトリムさん、ハートありがとうございます。マジか、楽しみに来ました。ややしゅしゅもきたい FM ありがとうございます。ぜひ来てください、見てください、見てくださいじゃない、聞いてください。19時からね。19時からです。サイレントディームーンさん、ハート、田所さん、ハート、ありがとうございます。見れるから、なんか間違いではない。間違いではないですね。ないですねって。という感じで、ちょっと終わりたいと思います。ラッキーグマス、サクタロウさん、ハート、ありがとうございます。ぴょん、ぴょん、髪をしない人。ランキングいまーす。サイレントディームーさん。13位、サイレントディームーさん、ありがとうございます。12位、トンちゃんさん、ありがとうございます。11位、ゆきたんさん、ありがとうございます。14位、ミスターミスターの、ありがとうございます。9位、田所さん、ありがとうございます。8位、しっぽさん、ありがとうございます。7位、ちさとさん、ありがとうございます。6位、ヌードギ・ウンディス、ニギ・ウンディンさん、ありがとうございます。5位、ジョークスノーさん、ありがとうございます。4位、バクさん、ありがとうございます。3位、お姉さん、ミサが最高、ありがとうございます。2位、竹本さん、ミスターの、ありがとうございます。はい、ってことで、うんうん、ということで、現在 AKB 新聞さんの48 Times Girls Selection 2021っていうイベントに、イベントを全力で挑ませていただいております。いただいております。はい、今投票期間でですね、中間発表で、なんていうんだろう、中間発表の時点で上位に入賞することを目標に頑張っております。6月17日30日7月7日が中間発表になって3回もあるんですけど、なので一緒にちょっと頑張ってくださると嬉しいです。たくさん投票してください。それではランキングいます。ランキングいました。ありがとうございました。4518人の皆さん、本当にありがとうございました。終わります。アンニョン、 See you later. Thank you. ありがとう。 ET ピッ